異世界ありがとう、星に。主人公はナロウ系大好きなお寺の家の息子の残念男子と、その残念男子に懐いているイケメソのホモの二人。その二人がバビ肉みたいな感じで、女冒険者と女エルフに転生する。お寺の家の息子の残念男子の方はナロウ系が大好きで、いつか自分も異世界転生したら、魔法を使ったり美人のエルフに転生して俺杖したい。みたいなことに憧れていたが、異世界転生しても、魔法は使えない、エルフじゃない。一方の友人のイケメソはエルフでしかも魔法が使えるという、そいつがしたかったことを全て手に入れているということから。なんでお前ばっかみたいな感じのネタやノリは、異世界美少女受肉おじさんとと結構似ている。この漫画はそこから異世界冒険者をたしなむが、周りはクソ強のハードモードの異世界だし、主人公たちを助けてくれた先に異世界転生してチートガンズに残念おじさんな低層の危機になりかけるなど結構面白い。ここからネタバレ。ここからこのチートガンズに残念おじさんと薄い本を厚くする作業が待っているのかなと思ったら、エヴァンゲリオンって完結したの？というオタトークが始まり、庵野監督はちゃんと最後まで書き切ったよみたいな展開があって、友情が育まれるというほっこりする展開があったりと面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル